ネアチャンネル、ネアチャンネル。皆さんこんにちは、ネアです。4月1日ネアちゃんの日っていうことで、今日は私から皆さんに渡したいものがあります。これです。私の大好きなハエトリソウ。ハエトリソウの花言葉は嘘。世間では今日は何の日かご存知ですか？そうです、エイプリルフール。嘘をついてもいい日。でも私は皆さんに嘘をつくなんてできません。嘘をつく代わりにこのハエトリソウを皆さんに送ります。このハエトリソウが私がついた嘘の代わりとなってくれます。なのでエイプリルフールですが、これから私が言うことは全部本当のことですからね。ではネアちゃんの日記念日メインのお知らせです。もういいのかな、発表しちゃって。では発表します。私がグッズになっちゃいました。まさか私がグッズになるなんて、やばみ。どんなグッズがあるのかな。私も詳細は知らないので一緒に見て行きましょう。私のグッズはブースっていうサイトで購入することができます。そのサイトの中に私のショップがあります。食虫植物 TV とネアチャンネルのグッズを扱っています。いろんな種類のグッズがある。自分がグッズになってるってなんか恥ずかしいような変な気持ち。まず一つ目は缶バッジ。私のチャンネルアイコン型缶バッジだね。名前がネアちゃんガチ恋缶バッジ。こんな感じで顔を近づけるのをガチ恋距離って言うらしいですね。私のチャンネルアイコンもガチ恋距離なのかな。二つ目のグッズはいつでもネアちゃんと一緒ロゴ入りアクリルキーホルダー。私とネアチャンネルのロゴが入ったキーホルダーだね。これで皆さんと一緒にどこでもお出かけできます。三つ目、ネアちゃん、ヤバミキーホルダー。これ、ヤバミ。私がヤバミって言ってるアクリルキーホルダーですね。続いては、ネアちゃんロゴ入りアクリルフィギュア。私のポーズが少し違うけど、キーホルダーのフィギュア版だね。皆さんのお部屋に飾ってほしいな。次のグッズは食虫植物 TV ネア&フスカマグカップ。小さくない私とフスカがプリントされたマグカップです。ちゃんとフスカもグッズになってるんだね。次、食虫植物 TV ポスター。これは食虫植物 TV のオープニングイラストですね。私がハエトリソウを眺めてるイラストなんだけど、ちょっと服がはだけすぎじゃないですか。見えちゃいけないものも見えてるし。本当にこれポスターにするの？もし買ってもあまり見ないでください。次のグッズはネア&フスカスマホスタンド。私の部屋に飾ってるフスカとの写真を再現した仲良し写真立てバージョンと、さっきのポスターと同じオープニングイラストバージョンの2種類から選べます。
次は、ネアちゃんぎっと、抱き枕カバー。抱き枕って書いてあるけど、サイズは普通の枕カバーですね。裏面には恥ずかしい時の私。お部屋に飾ったり、クッションとして扱ったり。一緒に寝たり。ご自由にお使いください。あとは、おまけで食虫植物 TV 特製、食虫植物注意の看板シリーズもあります。興味ある方は、そちらもチェックしてみてください。ということで、今回はネアちゃんの日、記念、グッズ発売、紹介動画でした。ネアちゃんショップのリンクは、動画概要欄に載せるので、気になった方はそちらからお願いします。あまりにも急で、パッとしない記念日動画でしたが、いかがでしたか？来年はもっと盛り上がる記念日になったらいいな。では、また次回の動画でお会いしましょう。